にちは、Gです。今回はオーバークロックのお話です。 CPU や GPU のクロック値を上げていくと比例して速くなるのか実験で確認します。 CPU と GPU それぞれにテストをしていきます。 CPU のベンチマークにはハードインフォを使います。アプリをインストールしましょう。マテ端末で sudo apt install hardinfo とタイプしてインストール。メニューのシステムツールにシステムプロファイラー&ベンチマークという名前のアプリが追加されます。このアプリはシステム情報、デバイス情報、ネットワーク情報などを表示するんですが、合わせてベンチマークが行えるのでその機能を使用します。ラズベリーパイ OS ではベンチマークにシスベンチというアプリがよく使用されるんですが、 Ubuntu でやってみると返り値がおかしいので不採用としました。 CPU ベンチマークは Zlive、Nqueen、フィボナッチの3種類を使用します。いずれもよく知られた手法ですので解説はしませんが、ご興味のある方は検索でどうぞ。 CPU は標準の 1500MHz から 2147MHz まで 100MB 刻みで8種類を試します。それぞれ5回計測して平均を取ります。計測結果のグラフです。横軸が CPU クロック値です。ベンチマークの結果、クロック値と処理速度は比例していることがわかります。また、このレンジ内ではクリップポイントはありませんでした。したがって、クロック値は最大値に設定をして、運用しながら安定性などを見て微調整をしていきます。GPU のベンチマークには GL Mark II を使います。正確には OpenGL の評価ですけど。ターミナルで sudo apt install GL Mark II とタイプしてインストール。マテ端末から GL Mark II とタイプして実行します。このベンチマークは1ループ330秒と時間がかかります。 CPU と同様5回計測で平均を求めます。測定結果のグラフです。横軸が GPU クロック値。標準値は350、500と可変です。標準値と 500MHz から 750MHz までを計測しました。このベンチマークからも GPU オーバークロック値が大きいほど比例して処理能力が向上することがわかります。以上の結果から最大値にオーバークロックした状態で2ヶ月間運用してみました。運用中に予期しないシステムフリーズが何度かあって、アームフリーケンシーを少しずつ変えながらテストを続けました。最終的にはアームフリーケンシーを2100にすることで動作が安定したように思います。マテ端末で VLC をインストールします。sudo apt install VLC とタイプしてインストール。次にセルロイドと VLC で
動画再生を行ってラズベリーパイの限界をチェックします。もちろんオーバークロックを実装した状態でテストをします。最初はセルロイドで WebM の再生です。当然ですが何の問題もありません。WebM は他のコーディックとの比較のためのものですから。この動画は30秒ほどです。MP4 4K 動画をハンドブレイクで WebM H.265 に変換したものを使用しています。今度は VLC で WebM を再生します。もちろん何の問題もありません。ところで WebM もっと普及してほしいんだけど、Apple のせいかな？ VLC はラズベリーパイ対応してまだ数年です。もっと良くなってほしいね。次はセルロイドで 4KMP4 を再生します。なんとか動いてますが、カクカクで実用レベルにはありません。コンテナは MP4 と MKV 両方を試しました。ところで動画再生で負荷をかけ続けていますが、本日の CPU 最高温度は65度でした。ヒートシンクとちっちゃなファンだけ。エアコンなしの環境でテストしています。VLC で 4KMP4 再生です。ご覧の通り無理みたいですね。落ちないだけ偉いかな。セルロイドも VLC も元は FFmpeg 由来なのに、この違いは何でしょうね。セルロイドで H.265 を再生しています。これも動いているものの、カクカクで使い物にはならないですね。よく動いてるな。ラズベリーパイでは HEVC は厳しいですかね。調べてみると、セルロイドは H.265 対応ですね。やっぱパワー不足なのかな。VLC で H.265 を試しています。全くダメですね。やっぱり FFmpeg が更新されない限りは無理なようです。落ちずに頑張る VLC のダメ再生をしばしお楽しみください。H.265 ライセンス高すぎでほんと普及しないですね。最後はシステムモニターを見ながらセルロイドで H.265 を再生しています。画面右下に CPU 使用率が表示されているんですけど、ほとんどフルパワーで動作していることがわかると思います。要は力不足ということですかね。今時点で 4K や H.265 は使用に耐えるレベルにはありません。セルロイドの挙動を見ると、もう少し CPU パワーが欲しいところです。次のラズベリーパイ5では 4K もバリバリ動くようになるかもしれません。最後にオーバークロックする手順をご紹介します。ただし、オーバークロックは
あなた自身のリスクでお試しください。東方は一切の責を負いません。マテ端末で sudo nano スラッシュブートスラッシュファームウェアスラッシュユーザーコンフィグドットテキストとタイプします。マテ端末が画面のような表示になったら、オーバークロックから始まる右上の内容をタイプまたはコピペします。GPU メモリに関しては、標準値は76なので、128で問題ありません。デュアルモニターを使用する方は、最後の2行の先頭にあるシャープを消します。バッファーを大きくして、GPU メモリも割り当てを増やしてあります。コントロール O で保存し、コントロール X で編集を終了します。その後、sudo reboot で再起動します。マテ端末で NeoFetch とタイプし、オーバークロックされていることを確認します。オーバークロックの効果は限定的なものです。実験結果から 2100MHz の場合、数値的には 35% 高速になりますが、体感速度は10分で慣れてしまう程度のものです。最後までご覧いただきありがとうございました。今日は敬老の日です。そういえばシルバー川柳が毎年催されてますが、今年はコロナ関連の話題が多かったそうです。例えば、円満の秘訣はソーシャルディスタンス。濃厚接触ないの、うちだけじゃないんだ。ではまた次回。